今 SNS で大人気なの。スタンドストーンズさんのアニマルアトラクション微生物作家クマコロの寿司にぎりすボリューム1全5種で、今回当たったのが卵にぎりすとマグロにぎりす。何ぎりすこれもともと X で僕も拝見しててすんごい欲しかったのよ。お寿司好きだしめっちゃ可愛くない？うわ、米粒いかつ。立体感がすごいから鱗みたいになってるね。顔可愛いっしょ。牙のところも黄色でいいね。海苔巻いてある感じで、その周りはねちょっとトゲトゲのブルドッグの首輪みたいな感じになってるけど、端っこの方は餃子みたいなアノマロカリス的な感じになってんのかな。のりんとこよく見たらハニカム構造みたいになってるじゃん。マグロの方はねこれなんかちょっと光沢かかってんのよ。で尻尾の部分が別パーツっていうね、ちょっといかちい尻尾がついてくるんですけど、基本かっこいいデザインなんだけどフォルムとか顔とかが可愛いから全体的に愛嬌のある感じになってていいね。もうボリューム1って書いちゃってるからね、2出す人の書き方なのよ続編に期待しましょうかぶったガチャガチャをプレゼント。私ヨコンが大量のガチャガチャを回す中でかぶってしまったガチャガチャをみんなにプレゼントしようのコーナー。先週の当選者の方はこちら、おめでとうございます。これから発送作業に移りますので今しばらく楽しみにしてお待ちください。そして今週のプレゼントはこちら。応募方法は概要欄の URL もしくは TikTok プロフィールのこちらのリンクから飛んで必要事項をご記入ください。チャンネル登録、フォロー、コメント、高評価などもぜひお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。